さん。伊藤勘次郎、いかっせ、いかっせ。いくらくだらない落書きされても、この窓をいつもピカピカにするのは僕の使命なんだ。もうそこに汚れが。いくらくだらない落書き、もうそこに汚れが。楽器はミュージシャンの命。俺はいつも手入れを欠かさず細心の注意でアップ。家にはいつでも状況に応じて使い分けられるように楽器を大量に。俺に任せな。トゥビームショット、トゥ命中したぜ。ゲットレディーバーン。はじゃあメイデイ様の魅力感じなさい。いわゆる音楽革命家によって洗脳されています。ラッキョー、彼らがしたことは皆さんの不安を煽ることだけ。結果として交差点を混雑させました。言い換えれば、彼らは我々にカオス以外の何も与えていないのです。そしてカオスとともに破壊が起こります。彼らは私に辞任するように圧力をかけるため、あなた方を NSR タワーに集結させました。しかし私はやめません。なぜならこの街が暗闇に包まれていても私にはまだ希望が見えるからです。再び偉大な街に戻せるという希望です。あなた方はまだこの無政府状態を正す力を持っています。 NSR のアーティストを復活させ、真の民主主義を取り戻してください。その間、この町のために私は立場を守ります。そして私の判断を信じていてください。一致団結して取り戻すのは秩序。秩序はビニールシティの進歩につながります。本日は以上です。楽しい夜をお過ごしください。半端者が私のアーティストたちを倒したなんて信じられない。終わりよタティアナ、王座から降りて。おだわり、投票に悪影響を及ぼしたなんて最悪な出来事だわ。あんたの感想なんて聞いてないし。お前たちのせいでこの町の政治が今後ひどいことになっていくのよ。秩序を乱すことで自由が手に入ると思うなら大間違いだわ。うん、それのどこが悪いの？相変わらず短絡的ね。世の中がうまくいかなくなれば将来反対政党は暴動を起こすかもしれない。もし絶え間なく混沌が続くとしたら、どうやって我々は進歩していくのかしら。これ全部あんたの
のせいよ。ロックを禁止したのはあんたでしょ。オーディションでお前が不作法だったからロックを制限したまでのこと、責任はお前にある。それはフェアじゃない。お前たちは人々を騙し自分たちに投票させた。それがフェアかどうか教えてほしいわ。彼らは私たちに期待して投票しただけ。みんなは停電だらけのこの街にもううんざりよ。またその話ね。私たちよりも大量のエネルギー供給ができるとでも思ってるのかしら。どこからそのアイデアを持ってきたの？頭も使いなさい。うちらはあんたのアーティストたちを全員倒したのよ。勢いだけじゃない。この街のことを何も知らないようね。お前たちは私のアーティストたちと正々堂々と戦ってなどいないわ。彼らのコンサートをハイジャックしただけでただの見せ物に過ぎない。それで投票が乱れるのは当然だけど、所詮全て場当たり的なもの。実際お前たちのミュージックレボリューションとやらは衝動的なだけで、もし万が一お前たちが勝ったとしてもどうやって街を運営するつもりなのかしら。何百人もの NSR 従業員が失業する可能性については、本当に EDM を愛している人々が起こす反乱の可能性を考えたことは、街を運営することができるのかしら。まあその時はなんとかなるっしょ。もういい。この話は終わりだ。そして今からお前たちも終わらせてやる。何？私はこの町に秩序と進歩をもたらしました。私はこの町に民主主義ももたらしました。それ以来ビニールシティは向上しています。私の明確なビジョンの結果です。あのガキが。私にはかなわない。なぜなら時間は私の味方だからだ。NSR が EDM だけを支持するならそれは民主主義なんかじゃない。 EDM を支持しているのは市民のみんなだ。お前たちがそれを壊すまではね。集団がこれしかないのであればそれはそれでいい。 NSR がこの街を引き継いだ後にどれだけ改善したか知らないよね。拡大しており、エネルギー需要が高まっています。 NSR は世界最高の EDM アーティストたちを集めたことで街は今とても明るくなっています。はっ、あの力はそんなもんか。まだ終わってないわ。ほらよ。練習したぜ。
力はそんなもんかい。今ちょっと鍵だ。反撃のチャンスだぞメイン。死は急速に拡大しており、エネルギー需要が高まっています。 NSR は世界最高の EDM アーティストたちを集めたことで、街は今とても明るくなっています。フッ、今ちょっと、ほらよ、本当に頭にくる。経ってもまだ停電してるぞ。我々は直そうとしているが、お前たちのような無知な人間が邪魔をするのだ。たとえ邪魔になってもロックがそれを解決してくれるわ。しない。ロックはもはや私の選択肢の中にはない。ラッキョン、あんたの力はそんなもんかい。準備完了。ビームショット、このガキが。やった。命中したぜ。ほらよ、デッドレイ、メイデン様の魅力感じなさい。かっこいい、これでどう。そんな、力はそんなもんか。そんな、そんな、いくぜ。まだ終わってないわ。命中したぜ。鍵は準備 OK。 そんじゃ行くぜ。やめろ貴様。こんなのありえない。 NSR アーティストたちは頂点を極めた者たちです。彼らの音楽は別次元にあります。私たちは長年にわたり数えきれないほどのファンを集めました。グランドクワサを発電するためにこれ以上のアーティストたちはおりません。ビームショット、アーティストたちは頂点を極めた者たちです。彼らの音楽は別次元にあります。私たちは長年にわたり数えきれないほどのファンを集めました。グランドクワサを発電するためにこれ以上のアーティストたちはおりません。まずい。コンサートをハイジャックするなんて卑怯な行為だわ。もし彼らが頂点を極めたエリートなら簡単に倒せたのかな。無礼者、 NSR に対する屈辱だ。あたしが尊敬するのは才能のある人だけ。 NSR にはいなかったけどね。あ、感じろ、ゲットレイディ。うん、感じた。力はそんなもんかい。はっ、イエーイ。あんたの力はそんなもんかい。全部手に入れたわ。これで終わりよ、タテヤナ。やめろ。
時代遅れ。ザ・グーリングスはかつて自分たちの音楽でこの街を支配したことがありました。しかし我々は奴らを EDM で打ち負かしました。さあ裏口を叩かずにこの街を繁栄させましょう。いい加減に欲しい。お前たちのままごとのような音楽センスはもうたくさん。なんでそんなにロックを嫌うわけ。ロックに未来はない。ロックは過去の命でもう終わったわ。終わったのあんたとあんたの帝国だけよ。バーン。ギターが動かしていたのか。ねえねえ、なんであんたが彼女のギターを持ってるのよ。まさかあんたのせいでクルファイラが。え、どういうことだ。なんで彼女が。答えてよ。もしあんたが彼女に何かをしたなら私。お前たちがこんなに鈍いとはね。なぜ私がクルファイラのギターを持ってると思う。もしかしてママ、no. 親友、no. ベビーシッターだったとか。違うよメイ、タティアナは。私がクルファイラだからよ、おバカさん。何？なんて？マジで？なんだって？とにかく今は関係ないわ。今町のためにやるべきことは。私には関係あるよ。マジなの？あんたがクルファイラなの？あのクルファイラ？どうしてこんなことに。ザ・グーリングスが解散したから。ザ・グーリングスが私に教えてくれたことがあるとすれば、優れたリーダーシップには力が必要だということ。当時の私は柔軟すぎて、いつもバンドメンバーの声に耳を傾け、常に彼らのアイデアを歓迎していたわ。するとどうなったかわかる？混乱するしかなかった。意見もまとまらず、方向性を失っていったわ。それが私たちの解散した理由。でもそれは全て過去の話。今はその経験を生かして秩序を持ってこの街を治めてるの。私の新しいルールの下でビニールシティは豊かに繁栄しているわ。あんたは EDM で戦うほどロックをとても嫌ってた。いいえ、私はこの街のために最適な手段を選んだだけ。定期的な停電は最適。あんたの安っぽい EDM でこの街はなんとか生き延びているだけ。もうロックに任せた方が。はあ、またロック対 EDM の話か。耳にタコができる。ロックはもう死んでいる。以前からも、そしてこれからも。なんでこんなに変わったの。あんたは私の憧れで崇拝していたのに。私がこんなことをしたのは全てあんたの名誉のためだったのに。ああ、一つ
お前の賞賛なんか求めてない。二つ、自分の愚かな行動に責任を持て。そして三つ、決して憧れの人なんか持っちゃいけないよ、お嬢ちゃん。あんたはこの過剰書きアドバイスがイケてると思ってんの？私はただ、もういい、この話は終わり。あとは行動で示すのみよ。ねっ、あよ。NSR の出力はどのくらい？ 47% だっけ？プププー、その量なら勝つのは余裕でしょ。やってみなさい。やってやるよ。あんたをキャフンと言わせてやる。 NSR タワーからバンジージャンプしてあげるわ。分かったよ。バンジージャンプの準備して待ってな。いいよ。本当だろうね。本当の本当。さっさと行きな。ゆっくりさせてよ。まったくもう。どう？ズーク。まだ 47% だね。なんて？おお、ブラボー、やってくれたわね。シャンパンを取りに行っていい？意味がわかんない。どこで間違ったのかな。俺もわからない。でも数字は嘘をつかないぜ。おお、ついにやったな。素晴らしかったね。君たちは今ビニールシティの王と女王だよ。タティアナはかなわなかったね。いやー、素晴らしい。とてもいいクライマックスだったよ。楽しませてくれてありがとタティアナ、タティアナ、タティアナ。クリフ、あんたか。はあ？あんたたち知り合いなの？前に言ったじゃないか。あんたは完璧だった。誰にもあんたのロックは止められない。にもかかわらず、あんたは EDM に行った。でもほら、よく周りを見てみろよ。EDM はこの街にもう居場所がないのさ。ロックンロールベイビー。あんまりうぬぼれないで。クワサのメーターを見たでしょ。この二人のマヌケナックルヘッドの生み出すエナジー出力は私たちと同等よ。エナジー出力？誰が気にするのさ。あら、私は気にするわ。そうだ、それが俺たちがこの音楽革命を始めた理由でもある。重要だぜ。いいや、本当に重要なのはここでミス・タティアナがどれほど間違っているのかを知ることだ。まねんじゃないよ、このアホンダラ。あんたが俺をどれほどひどく傷つけたのかやっと理解できたか、ファイラ。俺はあんたの最大の一番のファンだったのによ。俺はあんたをどんな時もサポートしてきた。ザ・グーリングスが解散した時、誰もがあんたに背を向けた。でも俺はあんたと一緒に立ち上がった。それは俺にとってロックがどれほど重要かということよ。あんたが俺にとってどれほど大切かということよ。そして俺たちがそんな全ての困難を乗り越えた後、あんたは簡単に諦めて出て行った。あんたはロックを捨てた。それは俺が信じていたこと全てに対する侮辱だ。あんたは俺の心を切り裂き、それを粉砕し、そしてゴミのように捨てた。俺の抽選集はあんたにとって何の意味もなかったのか？ほんの少しも？聞け、クリフ。私はお前を気にもかけてすらいないわ。わかる？私は何もお前に借りはない。警告、 NSR 人工衛星の軌道周回シーケンスが開始されました。900秒で着信します。何をしたの、クリフ。もっと意味のある日のためにこれを取っておこうと思っていたんだが、でもいつかやるなら今がいいだろうなあ。
クリフ、何をしたの？ああ、そうそうそう。あれが見えるか？俺は NSR 自身の人工衛星をこのタワーに突入させるように設定した。待って、クリフ、今すぐこれを中止するか何か助け。残念だな、座標はすでに固定されていて変更したくても俺も何もできない。警告、 NSR 人工衛星が大気圏に突入しました。ああ、今のあんたの顔を見せたいよ。完全で全くの絶望。あんたが俺を捨てた時感じたようにね。俺は私的正義が大好きだ。さあみんな、この不衛生な建物から避難しよう。 NSR はこれでおしまいだ。あんたは間違っている。どういう意味？これこそまさに俺たちがやろうとしていることだ。 NSR のルールを一度で終わらせるためにね。そうだけど、党を消滅させることには一切同意してなかったわ。おいおい、ファンのことを忘れたのか？みんなお前たちが NSR を破壊することを望んでるんだよ。 NSR が完全に視界から消えたら、お前たちはビニールシティを思いのままにコントロールできる。思いのままにコントロール、歴史を繰り返すだけじゃない。今何と言った？私たちは支配する NSR に立ち向かってたはずなのに、今まさに NSR と同じように支配しようとしてる。まるで新しい NSR ね。私たちが新しい NSR？ ああ、なんでもっと早く気づかなかったの、バカメイデイ！メイデイ、多分君は考えすぎかも。NSR を壊滅させることは正しいことだ。黙れ、クリフ！もうあんたの言うことは一切聞かない。今すぐこの人工衛星を止めろ！ズーク！ん？間違いなく危険なことになると思う。だからズークは撤退しても。言わなくていいよ。一緒に行く。ありがとう。今一番必要なのは計画ね。人工衛星を止める唯一の方法は、私のアーティストたちに地区を取り戻させることよ。そしたら十分に力になるわ。わかった。私のスタッフの安全を確保して避難させるためには少し時間がいるわ。あなたは先に、二人で地区を操作できる？任せて。その作戦は成功しないぜ。ファンもそれを全力で止めに行くさ。いった、鼻が折れた。くさ、地区の作業が終わったらグランドクワサに行って楽器を演奏しましょう。いい？あ、計画が見えてきたぜ。よろしい。それじゃ気をつけて。クロファイラと話せたなんて信じられない。
ここはもう大丈夫、ズーク。
冥王精神も悪くないな。ブランドクワサにパワーを入れてきてくれ。していることはお見通しだ。絶対うまくいかない。くそ、クリフに対処する時間がない。みんな、私が手を貸した方が良さそうね。早くグランドクワサに乗って、ゴーゴーゴーゴこれだ。これを終わらせる方法はただ一つ。さあみんな一緒にさあ。バンカー。ジャッカー。バンカー。バン。聞こえるか、メイ。町のみんながまた歓声をくれてる。素晴らしくないか、メイ。ギターが最後の戦いで壊れたのか。歓迎なんて受ける資格ないわ。私たちがやったことは許されることじゃないよ。やりましたね。 NSR タワーを救ったヒーローたちから一言。どうやって、あれ、 NSR の敵じゃなかったんですか、あなたたち。どういうこと。人は変わるってことよ。じゃあ
ちょっと待って、数えきれないほど質問があるんです。引退するんですか？ NSR と和解したんですか？あのヘリコプターを操縦していたのは誰ですか？後で答えるから、本当にじゃあね。そんな簡単に帰らせるとでも思ったの？あ、タティアナ、イメチェンした？この街を自分のものにできたのに、代わりに私のビジネスを助けてくれた。感謝してもしきれないわ。いいわよ別に、あなたの力なしじゃできなかったし。じゃあ急ぐから。メイデー、みんなあなたとズークのために集まったのよ。何も言わずに帰るのは失礼だと思わない？こういう場面は何回も見てきたわ。少しだけでいいからファンサービスしたら？ごめんみんな、私が悪かったわ。私は EDM 嫌いだけど、それは悪いことじゃないわ。勇気を出してくれてありがとう。私もまた間違いを犯しました。その責任は全て私にあります。その上で今ここでその間違いを正すつもりです。 NSR のアーティストたちも同じ気持ちです。ビニールシティのみんなに謝罪させてください。一組織が絶対的な権力を得てしまったのは間違いでした。NSR は一から作り直したいと思います。どんなアーティストでもこの街で演奏できるように、みんなに平等なチャンスが与えられるように、その第一歩として新 NSR と契約していただけないかしら。あなたたちなら大黒柱になってくれるかと思ったんだけど、どう？その、無理よ。無理？まだ私たちじゃ無理です。有名になりたいがために音楽を始めた理由を見失ってたわ。そう、じゃあインディーズのままでいるの？それはまだ。でも誘ってくれて本当にありがとう。光栄だわ本当に。あんたたちにあんなひどいことをしたのに。みんな優しくて好きだけど、しばらくはおとなしくしなきゃ。今は頭がこんがらがって、ごめんなさい。待って、メイデン、受け取って。大事にしなさい。わかった。受け取れないわ。ロックへの愛は思い出したけど、私がステージに戻る日はないわ。誰かに受け継いでもらいたいの。タティアナ、でも無理よ。そんな資格私には。メイデン、あなたは本当のパフォーマーよ。私が越えられなかった壁を越えてほしいの。私の旅を引き継いでちょうだい。ビバロック。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう。メイ、メイ、大丈夫か？メイ、この世は面白いですね。本当に自分の信念に溺れて、人生はソロパフォーマンスじゃないことを忘れてしまう時もあります。周りの人々みんなが仲間なんです。それに気がつくだけで、みんなで夢を叶えるための最初の一歩を踏み出せるんです。音楽を愛する理由は人それぞれです。名声のためだけに楽器を手に取る人もいれば、大切な人との絆を深めるため、または自分探しのために音楽の世界に入る人もいます。みんなが自由に音楽を演奏できる世界を作ることができれば、音楽の可能性は無限大です。ビニールシティもやっと
その世界に向けて歩き始めました。今夜もネオンが眩しいですね。 NSR だけの力ではありません。パフォーマーの皆さんやファンの皆さん、他ビニールシティのみんなが団結したからこそ目指せる世界です。メイデーとズークにも感謝しています。アーティストとして生きられることがどれほど幸運か教えてくれて本当にありがとう。親愛なるトラブルメーカーたち、どこにいるか知らないけど、いつも通りに観客をにぎわせてるんでしょうね。